今日は9月22日23日と行われますリレーフォーライフジャパン2012 in 福山についてお話を伺っていきます。実行委員会の時森由香さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。リレーフォーライフジャパン、ずっとね、あの番組でももう何度もご紹介してきましたけれども、はい、いよいよ明日に迫りました、はい。もう一度ね、このリレーフォーライフジャパンとは一体どんなイベントなのか、はい、時森さんからご案内をお願いいたします。はいはい。今日本人の3人に1人が癌で亡くなる時代となっております。日本人の男性2人に1人、女性の 2.5 人に1人が生涯に一度は癌になる時代と言われています。もし癌になったとしても一人で悩むことのないよう、リレーフォーライフは24時間癌と戦う方の勇気をたたえ、患者さん、家族、友人、支援者とともにグラウンドを歩き続け、癌と戦う連携感を生む場として、癌で悩むことのない社会を実現するためにチャリティーイベントです。収益金は日本対がん協会に寄付され、がん支援活動にも役立てられるイベントです。はいはい。この支援金といいますか、協賛金がまず、はい、皆さんにいただいているということで、はい、今日はその協賛金が1000円。はい、そうです、はい。この1000円がどういうふうに使われていくのか、そこを、ね、皆さんにご紹介していただきたいと思います。はい、すね。はい。リレーフォーライフの寄付金は次のように使わせていただきます。一つは若手医者に、医師ですね、リレーフォーライフ奨学金として、医師を派遣しまして、若手医者の医師 の支援をしております。はい。海外とかに行って勉強の、はいはい、奨学金に使われています。そしてもう一つはがん検診受診率アップ、はい、50% 達成を目指して、早期発見こそが大事ですので、早期発見、早期治療のがん予防を役立てています。もう一つはがん研究にプロジェクト未来を発足しています。患者サイドに立った新しい支援プログラムを考えていってます。そして最後に悩みをサポート、がん患者ホットラインというのがありまして、看護師、社会福祉士、そしてドクターによる無料相談などを行っております。はい。こういう基金に役立てています。はい。リレーフォーライフジャパンは、はい、まず参加していただく方から1000円いただいているという、はいはい、このお金が、今時森さんの方からこういうふうに使われているんですよというご紹介をいただきました。はい。ぜひたくさんの方に、ね、賛同していただいて参加していただきたいと思います。はいはい。そうですね。はい。あとリレーフォーライフ歩くということで、はい、皆さんそれだけ歩くだけのイベントと思っていらっしゃる方がね、はい、多くいらっしゃると思うんですが、はい、ではどんなことが会場の中で行われるのか、はいはい、お願いします。はい。もちろん歩くことはあるんですけど、24時間、グランドをぐる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 歩くんですけれども、それ以外に語ろう、学ぼうとしてドクター9人、あと健康の、靴が体を悪くしているというテーマで講演もありますが、講演会もあります。がん啓発の講演や患者との交流、命の大切さを学ぶコーナーがあります。はい。そしてステージでは楽しもうとして、コンサートであるとか踊りであるとか、そういった屋台もありますので、そういったイベントもあります。はい。そして皆様が感動して、いつも感動したよって言っていただけるのは、祈ろうと題してルミナリエ袋、これはペーパーバッグにいろんな思いですね、患者さんを励ましたり、亡くなった方を偲ぶメッセージをペーパーバッグに、当日も500円で販売しておりますが、それに寄していただいて夜にキャンドルを灯します。はい。その袋でホープ、希望ですね、がん患者には希望が必要だと思うので、ホープという字をそのルミナリエ袋で作ってキャンドルを灯します。はい。たくさんのメッセージがありまして、私もいつもそのメッセージに勇気づけられていることがあります。はい。
もう本当にあの内容はとにかく美味しいものもたくさん屋台も出ます、はい、そしてステージイベントで音楽もあったり、はい、踊りもあったり、はい、もう皆さんに楽しんでいただくイベントもたくさんありますし、はい、またあの会場別にしまして講演会なども行われるということで、はい、もうぎっしりと集約され、ね、あのぎっしりあの凝縮したイベントとなっていますね、はいはい、そうですね、はいはい、毎年あのたくさんの方に喜んで帰っていただいて勇気が出たよとか、はい、明日からまた頑張ろう治療頑張ろうって言ってあのたくさんあの言葉をいただくこともあります、はいはい、今日あの時森さんが着ていらっしゃるピンクの T シャツ、はい、笑顔で全身というふうに書かれていますが、はいはい、その T シャツは、はい、これはですね私が入っております福山アンダンテという乳がん患者会の、まあ、有志で作った T シャツなんですけど、この T シャツを作ったのも2009年に行われたリレーフォーライフで初めて着た T シャツ、はい、リレーフォーライフのためにみんななんか団結してしようと思って作った T シャツです、はいね、本当にあのこうしてもうがんになったらもう自分一人でねどうしてもこう気持ち的にも落ち込んでしまうんですが、はい、こうしてあのがんを乗り越えて元気に活動されている方もたくさんいらっしゃいますし、はい、今実際にあの治療を頑張ってらっしゃる方もいます。そういう方たちをみんなで一緒にね、はい、こう前進していこうというそんな素敵なイベントですよね。はい、そうです、はい、では、日時場所をご案内ください、はいはい、9月の22日土曜日13時から、会場は12時からになります。23日の13時まで雨天決行で行います、はい、場所は福山健やかセンター福山市立東中学校東グランドで行われます。はい、どうぞあの多くの方にねお越しいただきたいと思います。またあの駐車場の方もあの用意されていますが、バスの方もねご利用いただけるということで、はい、あの福山駅からマワローズに乗っていただいて150円ですので健やかセンター前で下車ください。はい、どうぞ皆さんでねぜひあの素敵なイベントリレーフォーライフジャパン in2012 福山、はい、盛り上げていただきたいと思います。もう少し、お聞きしたいんですが、はい、ライブイベントが行われますがどんな方が出演されるんでしょうか。はい、ライブイベントではですね、昨年もお越しいただきましたカズさんとおっしゃいまして、まあ、あの若年性のがんの支援をされております、はい、そしてそのもう一人あのギターを弾かれるんですけど少し前にあの一世を風靡した東南シャーペイの清水さんもギターで参加されますので、はいはい、楽しいあのいろんな歌ですね、はい、元気が出る歌があると思います、はい、あとはですね、ひまりさんが有名なあの福山でもたくさんファンの方がいらっしゃいますので、はいはい、楽しみに、はい、しております、はい、そしてフラダンスもありますし、はい、よさこいもあるんですね。そうですね、はいはいはい、よさこいもあったりオカリナがあったりします、はい、あと銭太鼓も、はい、あるはい、楽しいイベント盛りたくさんとなっておりますので、はい、どうぞ皆さんね、ぜひ参加をしていただきたいと思います。